でで立航空協会の創立メンバーであったアンドリュー・アレキサンダーの息子である。父に連れられて1878年のパリ、万国博覧会を見物した時に、アンリ・ジファールの2万5千立方メートルのガス気球が52人の乗客を乗せて500メートルの浮上を行うのを見て、強い印象を受けた。18歳で軍務に就き、 オーストラリアに派遣されるがマストから落ち、足を痛めその後デッキで再び同じ足を痛めたことで、病院に運ばれたが、歩行が困難となった。1886年に兄が死に、翌年、母親が没死、1890年に父親が没死したので多くの遺産を相続し、航空に関与して暮らすことが可能になった。 1891年6月9日、イギリス気球乗りのグリフィスブリューワーの気球で最初の飛行を行った。1892年にパーシバル・スペンサーに気球クイーン・オブ・ザ・ウエスト号を製作させ1892年に何度か飛行を行った。1893年には2万8000立方メートルの気球マジェスティック号を作らせ、 これはそれまで最大の気球であり12人を乗せることができた。ベルリンで自らの気球で気象学者のアルトゥル・ベルソンとラインハルト・シューリンクと共に学術目的の飛行を3度行った。ドイツ航空振興協会を支援した。1890年代には飛行船の開発に着手し、1900年にはフェルディナント・フォン・ツェッペリンの最初の飛行船の飛行に 参加した。1900年9月27日には、気球の長時間飛行記録に挑戦するが、18時間後に、木に引っかかり飛行は終了した。この気球は、ベルリン・ペーゲルの観測所に譲られ、プロシア号と命名されて、1901年7月31日、ベルソンとシューリンクによって高度1800メートルの高度記録を作った。この記録は、 開放式のゴンドラの気球の記録として、現在も破られていない。グライダーや動力飛行機の開発にも興味を示し、多くの航空のパイオニアと交流した。1890年代に、オットー・リリエンタールの元を訪れ、ハイラム・マキシムや、オクターブ・シャヌートと進行を結んだ。1902年にはアメリカで、サミュエル・ラングレーを訪ね、ライト兄弟の元も訪れている。 1904年に屋敷をイギリス陸軍の気球部隊が基地にしているアルダーショットに移しサミュエル・フラン・クリーン・コーディと同居した。コーディは人が乗れるタコの実験を行い後にイギリス最初の飛行機による公式飛行に成功した。1910年に航空機用の軽量エンジンを開発者に与える賞金を寄付し、1912年に グスターブ・グリーンがこれを受賞した。1922年に破産し、1942年貧窮の中で没した。ありがとうございます。